UCO 山口です。石田です。 UCO いろんな講座をやってるんですけれども、はい、一番ヘビーな講座としてですね、まあ、木村先生の大阪市の、行財政史を、まあ、ずっとお届けしてるんですけれども、膨大な構想のもとにこれをなんか5回程度で済ましてしまおうというなんかこう乱暴な講座の一つですよね。あの第1回がなんか明治大正昭和の戦前というなんかほぼほぼ100年近い流れをこう3時間程度でやっていったっていうことがありますけど、まあ、これ全部で5回のシリーズで、はい、まあ、明治から大正昭和っていう、まあ、大阪市が出来上がって、大きく発展していくっていう過程の中で特に税金ですよね。税がどうやったら税金が増やせるかっていう仕組みで非常に苦心惨憺した歴史の時代っていう、でしかも、港大阪港築港を新たに作り上げて海外の船が入ってくるようにするというその小と大阪の礎を作っていくのに膨大な税金、莫大な税金使っていくっていう時代がありましたと。で2回目は戦後の話をずっとやってきていまして、戦後やはりこう人口が300万人から一気に180万人ぐらいまで減ってしまうっていう、まあ、そういう 人口がもう一気に少なくなって、で貧困もなって住宅もまた新たに建設していかなきゃいけないっていう復興期の時代にあって、まあ、ここでも税金で非常に苦しむわけなんですけれども、そういう時代で次は高度成長期を通じて、まあ、この時は、大きく発展していく中で、まあ、東京オリンピックや大阪の万国博覧会みたいなことを通じて、高度成長していくっていう流れの中で、大阪がどういう都市計画のもとにどういう都市であろうとするのかということをやっていって、その次の時代がバブルですけれども、バブル崩壊後、まあ、大阪市っていうのがどういうふうにこう次の時代やっていったらいいのかっていうふうな形のところをやっていって、実はこの講座の目玉は第5回です。これはだからここまで来た大阪考えてきたこの行財政の在り方を今後どういうふうな形ですれば発展、なおかつこう市民生活としてより暮らしやすい大阪市に持っていけるかっていうのを、この過去を振り返りつつ、その過去の大阪の発展史をこう見ながら、じゃあその発展衰退を繰り返したそのスパイラルの先にどういうふうなものを思い描いたらいいのかっていうのが第5回で待ち受けてまして、でこの講座の目玉は実は第5回であって、うん、でそこに行き着くまでのこのステップとして第1回から第4回があるという、まあ、そんなふうな流れですよね。まあ、第1回から第4回を聞いておくと非常に第5回が楽しみになるという、すごくよく理解できるっていうのを思いますね、うん、特に第1回非常に膨大なんですけれど、こう大阪市がその社会福祉であったりとか、その公共インフラであったりとか、あの社会的なその市民の市民サービスを行う上で、この税金がない中でそれをどうやってサービス提供していくかっていうところで、大阪市がいろいろな事業を展開していくという、その自治体がその事業を行って事業収益でその税金を賄っていくみたいな、非常にあの苦労して編み出したようなその行政の在り方っていうのも非常にこう学んだわけですけれど、これはやはり今現代に通じるんではないかと思ってるんですよね。
なんかあのね、あの一見すると当時 の神戸株式会社みたいな、うん、あのやり方に見えちゃうかもわからないんだけれども、その儲けるためにというよりは必要なインフラをどうやってこう財源を作りながらやっていくっていう感じですから。そうですね、あの多くはやっぱりその電気事業であったりとか、うん、ガス事業であったりとか、あと病院ね、はい、病院、それから個人とか、うん、まあ、そういうやっぱり社会インフラだから社会福祉っていう視点がものすごくあって、まあ、質屋までやってますから ね。で今現代にはそぐわないかもしれないけれども、今のようになんか税金は入ってくるもんだみたいな行政をこうやってるような中で、いやいやそうじゃなくて市民サービスをしていくために、いやじゃあどういうふうなことができるのかっていうのは今一度考えていきたいところではないかと思うんですけど、うんうん、確かに確かに。だから今まで1回2回と受講してる感想で言うと、やっぱりあの発生する都市問題がある、それに対してどういうふうにこう税金を投入する、もしくは事業を起こしながら対応していく、それをもうすごいもう工夫の歴史ですよね、うん、そうですね、そんな感じなんですけど、逆に言うと、まあ、第5回最終的に第5回は、大阪が抱えていくだろう問題点や、そういうものに対して、まあ、どういうふうな税金の使い方をしていくんだとか、どういう街を構築していくんだろうっていうところにこの木村先生の話が当てられるはずなんですけどね。そうですね、うん、で人口減少が当然起こるわけで、はい、であの現在でもその国によったら高齢化っていう、もうその年齢構成がもう逆ピラミッドになってるような空も多くあるわけで、そういう中で、まあ、大阪市の歴史は産業発展していく中で外から外部からの流入がずっと続いていて、で今のような大都市構成になるわけなんですけど、じゃあ今後の産業としては、どういうふうな方向に考えていったらいいのかっていうところが、まあ、いまいち見えないんですよね、今の行政の中で。そうなんですよね、なんか中小企業との関係をどうするんやとか、それから、まあ、商店街はどうしたいんかとか、それから、まあ、住んでる人の、まあ、コミュニティ、地域形成どういうふうにするんやとか、それをまあ一言で言う必要はないんですけど、あこういうふうにしたいんだなっていうものを感じたことがないんですよね。うん、そういうビジョンはなんか示されてはいないですし、うん、でその海外からの観光客を引き入れて、それをそのインバウンドによってあの大きく経済成長させるんだっていうふうなことをまあ言われてはいてるんですけど、いやいやそれだけじゃダメでしょうと、まあコロナが示しているように、まああの断絶っていうものは起こるわけで、で、それだけではなくて、やっぱり港っていうのはもっと重要なあのインフラであるっていうのは、まあ、昔からこうあるわけで、で今の大阪のコンテナターミナルっていうのはその神戸や横浜、それから例えば名古屋に比べてだんだん見劣りしていってるわけですよね。で横浜なんかはものすごくやっぱり港重視してるっていう、それはやっぱり開かれたが海外と開かれた接点をいかに充実させるかっていうところにあって、単純に観光客を引き入れれば成長するっていうところではないと。だからもう少しその輸出入も含めいろいろなこの人と物とその金もそうですけれども、そういった組み立てた形での産業育成みたいなものがやっぱり本当は必要ではないかなという、まあ第5回については、まあ、木村先生にもそういったところを
語っていただきたいと思いながら、いやこれはただただ教えてもらうということじゃなくって、もう少しいろいろ発想したり、お互いにこういろいろな話し合いの中で一つ構築できないかなというふうには思ってます。いやそういう意味でも第5回楽しみなんですけれども、僕としては次回のね第3回いよいよ高度成長期時代のその大阪の発展とインフラの整備の話を含めたそのリアルタイム大阪万博1970年エキスポの話もすごく興味あるんですよね。それをね間近に見てきた人の話やから、で今のね万博のあの盛り上がらなさはやっぱりその夢島で作ってるのもあって、なんか大阪市内が万博で盛り上がってるって感じ全然、あのインフラとしてね、なんか阪神高速が新しいのできたりとか、湾岸線も間に合わない、電車も京阪も間に合わないで、何も間に合わないじゃないですか。ほぼ間に合ってないっていうか、やっぱり積極的じゃないっていうのが一番大きいですよね。みんなが積極的になんかやっていこうという気概がほぼほぼなくって、よくあのね、まあ、維新反する必要はないんだけれども、維新の、まあ、あの何だっけ、あのイソジンから始まるああいうなんか思いつきでやってるような感覚の思いつき万博みたいな、もうちょっときちんと考えとかないとっていうのが露骨に考えてないのが出てる感じがしますけどね。テーマそのものもなんか最初言ってきたのと結局変わって、うん、やっぱ場当たり的にやってますよね、うん、それはちょっと目立ちますよね、はい、そういう意味でも、まあ、歴史からいろんなものを学べる今度の木村先生の講座っていうのは楽しみなんですけどもね、はいはい、ということで、行財政史を語る木村先生の話、また楽しみにしていただければと思います。